茶臼山駅は、愛知県新城市不営寺市場にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つである。新城市新城地区の北部地区に位置する。駅名にある、茶臼山は、長篠の戦いにおいて、織田信長が陣取った、茶臼山本陣があったことによるものであり、愛知、長野県境にある、 チャウス山との関連はない。1926年に豊川鉄道の手によって開業した。その後国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の経営に移っている。短式ホーム一面一線の地上駅である。1996年に改築された駅舎が使用されている。1971年以降無人駅であり。 管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。かつては、木造駅舎が使用されていたが、無人開港老朽化が進み、1995年11月に解体された。茶臼山駅を開設した豊川鉄道は、現在の JR 飯田線南部にあたる豊橋、大会館を運営していた施設である。この駅を挟む新城から大会までの区間が1900年に、 開通した際、当該区間に途中駅は設置されていなかったが、それから20年以上を経た1926年5月になって、チャウス山駅が新設された。1943年8月、豊川鉄道線は、毎週、国有化され、国有鉄道飯田線が成立する。これによって、チャウス山駅も、国有鉄道の駅となった。1971年には、 開業時からの貨物営業が廃止されて、旅客専用の駅となり、そのまま1987年4月の国鉄分割、民営化を迎えて JR 東海に継承されている。開業時、所在地は南下田郡東郷村富沢であった。その後、東郷村は1955年4月に新城町へと合併、1958年11月には、 新城町は市政を施行して新城市となった。1985年の時点では所在地は新城市富永で大技が富沢から現在と同じ富永に変更されている。茶臼山駅には豊橋方面、飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1本の列車が停車する。停車する種別は普通列車と上りに1本のみ設定されている。 快速列車の2種類であり、特急、イナロは通過する。ありがとうございます。